皆さんこんばんは。こんばんは。小野です。酒井です。さあ今日も行きましょう、はい、YouTube コメント欄から質問いただきました。はい、いつも分かりやすい動画ありがとうございます。とても超解説、ね、解説だ解説、あすいません、はい、読み間違えてました、はい、とても重宝させていただいています、はい、先日学校で石膏像を描いた際、顔が似ず先生に相談したところ、人物クロッキーをしなさいと言われました、うんうん、人物クロッキーとはどういうものでどのように描けばよいのでしょうか、回答よろしくお願いしますと。はい、なるほど。人物クロッキーをしなさい。でもこの人物クロッキーをしなさいと言われたその流れは、はい、石膏像で顔が似なかったから。そうですね、うん、この流れですよね。顔が似ずですね、うん、あの顔が似ないので何の練習をするかって、なんか他の動画でも言った気がするんですけど、うんうんうん、まあ、似顔絵描いてみたり自画像描いてみたりみたいな話はしましたよね、うん、そうですね、はい、石膏像の顔を似せる以上に自分の顔を似せる方が多分客観視しにくいので、はい、そうですね、いいトレーニングになるんじゃないかっていう、はいはい、あのまあ確かに石膏像を毎日一生懸命描くっていうのもありなんですけど、うん、そればっかりやってても、なんていうか枚数こなせないんで、枚数こなせるクロッキーとかやってみればっていうことだと僕は思ったんです。枚数こなせないんでっていうのは、あの例えば石膏デッサンだと6時間っていう時間でやらなきゃいけないんですけど、クロッキーは短時間で形をパッと描けるんで、あの6時間、まあ、6時間クロッキーすることは多分ないと思うんで。そうですね、もはやデッサンですねそれはデッサンになってしまうんで、はいはい、短い時間で形を捉える訓練をしましょうということで、人物クロッキーが良いのではないかというふうに感じたんですけれどもね。なるほどね、はい、だとしたら、はい、石膏クロッキーでもいいかもしれない、ね、あ、そうですね。要は短時間で枚数を書きましょう、うん、みたいなことですよね、うん、まあ、人物クロッキーでもいいんですけど、石膏クロッキーでもいいし、はい、うん、まあ、いろんな石膏、いろんな ポーズ、はい、いろんな向きからはははそれぞれこう、要するにこうモチーフが変わっていく、でもそれを瞬時に捉えるっていう、うん、ことをやると、書き込みではなくて、そうです、特徴を瞬時に感じる、捉えるの訓練ができると似るんじゃないかっていう、うんうん、まあ、先生の狙いじゃないですかね、これは。そうですね、はい、タイマーみたいになって10分ピピピピみたいな、10分経ったら石膏像グググって動かして、また10分経ったらグググみたいな感じで、こう位置をそれぞれ変えながら、自分の位置変えないでやっていくみたいなことやってましたね。そういう、そんなことやったんですか。はい、自分はあのやれって言われたからやったのかもしれないですけど。あ、なるほど、うん、まあ、人物クロッキー、あの僕好きでしたから、すごいいっぱいしたんですよね、うん、あの人を観察して、その人がこう電車の中でこうクッて寝てる姿とかをこう、電車の中で書いたんですか。書いたりしましたよ。おお、度胸がある。あのちょっとなんかこうやってる風の男俺みたいななんか見られませんか。でも見られますよ。そのこれ覗かれませんか。覗かれます。その俺やってるぜみたいな。ああちょっと怖いな怖いすいません。いやいやいや、揉めなかったですか。ああ、それはあのあれですよ、あの見て起きてる人は絶対ダメ。ああ、そうか、そうですよね。やっぱり何やってるかってなりますよね。もうこういう人。ああ、そういうことか。だったらそうですね。バレない。バレない。バレない。本当に遠くの人と、うん、まああとそのぎゅうぎゅうに混んでる時はやらないですよ。それはそれは怒られますね。うん。ちょっと、うん、って。なるほど。やってました。うん、ただあの人物クロッキーそのものも、やっぱりそのポーズによってこう、うん、形が変わっていくんですよね。置き換わっていくんで、うん、あのそれをこう捉える頭、肩、それから腰とかっていう、うん、それぞれの位置関係っていうのをパパッとうまく捉えようとするっていうのは、うん、石膏像を描くときのその頭とボディっていうののなんとなくのこう量の違いとかっていうのを学ぶのには非常に良かったかなと思いますね、うん、はいはい、そういう点ではあの、うん、
であのどんどんやっていただけるといいかなと。そうですね、まあ、だから顔が似ないっていうことで、まあ、顔を描くのもいいし、うん、その人物クロッキー そのつまり、はいはいはい、上半身だけ描いたり、はいはいはい、あとまあ座ってたり立ってたりっていうその全身を描くのも、はい、結局は その人の立ち姿を捉えるとか、うん、その人 の, その 体型を捉えるとか、うんうん、全部やっぱり特徴を捉えるっていう点では同じですよね、うん、顔を捉えるのも、うんうん、だからいろいろな顔ばっかりじゃなくていいんですよね、うん、その似せるコツを覚える、いろんなものの特徴を感じるっていうトレーニングをバンバンやるといいってことですね、はいはい、まあ、別に手でもいいですからね。あ、なるほど。あのいろんなあの練習をしてみるといいと思います。あの多分その好き好きもあるし、その人物描けませんよっていうパターンもあると思うんで、うんうん、あの人がいませんとか、うん、あの僕高校の時にあの美術部入ってたんですけど、部員が2人しかいなくて、もう全然そういうなんかこうお互いに書き合いましょうみたいなこともなかったですよね。僕の友達は2人なのに、はい、あの他のやつと麻雀やってましたからね、ずっと。僕、ね、石膏デッサンやってましたか、そこで。ほぼ1人じゃないですか。ほぼ1人ですよ、うん、麻雀やってるやつを書くとかそうです、はい、それはしなかったですね。そこまではしなかったですけれども、あの環境によってはあの、うん、いろいろなやり方でやってみると、まあ、友達同士書くのとかもいいですし ね、はい、どのように書けばいいのでしょうかは、じゃあ短時間でいろんなものを書くってことですかね。そうですね、うん、どういうものでもいいし、あんまりこうちっちゃいものに書くっていうのはちっちゃすぎると、うんうん、なんかこう手を大きく動かす練習っていうので言えば、うん、木炭次第ぐらいのクロッキー帳にこうなんていうか大きくおおらかに書いてみるみたいなっていうのはいいと思うんですね。石膏デッサンは木炭次第なんで、うん、やっぱり手を動かすここら辺のこう筋肉つけるっていう意味でも書けると思うんですよね。電車の中だったらこんなもんですよね。あ、まあそれはこうさすがにもっとちっちゃいです、ね、もっとちっちゃい木炭次第出さないです、ね、ははみたいな。でも場合によっては小さいものでも意味はある。あります、はい、ありますけれども、なんていうか、はい、もしその教室みたいなところでやるんだったら大きい方がいいかなと、はい、まあ選ばずやってみていいと思うんですけど、そのいろいろなサイズといろいろなモチーフ、うん、でまあ立ってたり座ってたり、短い時間で3分で書いてみる、5分で書いてみます。3分はすごいですね。3分でピューッみたいな。もうなるほど、3分か、はい、5分、10分、20分とか、予備校でやる、人物デッサンの場合は20分ポーズの10分休憩っていうのが基本になるんで、うん、最大の時間が20分っていうのでやってますけどね、うん、大体20分でやってましたね、僕は。あ、そうですか、はいはい、なかなかでも5分とかは巧みですね。シャシャシャみたいな、うん、シャシャシャってなんかこうその軽やかな線を引くって、うん、僕はその油絵なんでなんかこう、うん、そういうふわふわみたいなのもなんかこうかっこつけですけどやってましたよ。なるほど、はい、そういうのも絵の勉強になるんで僕は良かったなと思いましたね。はい、はい、やってみてください。やってみてください。はい、はい、こんな感じですかね。はい、はい、YouTube コメント欄質問待っております。ぜひともください。今日は以上です。じゃね。さようなら。